業後、セルティックとの新契約を締結、将来への道を選ぶ。フットボールインサイダーは、セルティックが古橋選手との契約延長について話し合う予定があると報じています。プレミアリーグへの移籍の可能性が噂される中、セルティックは条件を改善し、新たな契約を結ぶ意向を持っているようです。クラブは古橋選手を重要な選手として評価し、チームに留まってもらいたいと考えているようです。古橋選手自身も自分の将来について慎重に考えているでしょう。新しい契約の条件やクラブの計画を熟考し、自身のキャリアにとって最善の選択をすることでしょう。正直プレミア挑戦は厳しいものがあるとは思うけど、もうセルティックじゃできること全部やっちゃった感あるし、声がかかるならチャレンジしてほしいねー。致命的な怪我さえしないでくれたら、たとえ失敗しても意義はあると思うし。使用後は、スコットランド人の希望だぞ。サウジ行ったりしてな。